はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。バットワーク、クリア率で 7.80。なんでサムネしんのすけ？よし、コインをすべて142枚取ってからゴール。あ、待って、すっげえやらかした気する。多分これ、このまんま行った方がいいと思う。ホールド下だったよな。あ、ここヒップドロップか。これでホールドしたからの、あー、なるほどね。だからこれサムネがしんちゃんだったんだ。ケツだけ歩きだな、これ。よし、行こう。はい、ヒップドロップ。はい、ケツだけ歩きからの飛んで、はい、ヒップドロップして、はい、ヒップドロップして、しゃがんで、はい、飛ぶ。やっべ！もう気分は野原しんのすけ。野原しんのすけになりきって、おほほい、飛ぶ、ヒップドロップ。はい、おほほい、おほほい、おほほい。はい、しゃがむ、飛ぶ、はい、上。で、ここヒップドロップ、おほほい、おほほい。はい、飛ぶ。はい、ここしゃがむ。やっべ、やらかした気する。おほほい。ヒップドロップ。はい、飛ぶ。はい、ここしゃがんで、はい、ヒップドロップからの、はい、ヒップドロップ、ブリ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 、はい、飛ぶ。はい、ナイス。しんのすけってこんな感じだったっけ。一発マリオ、偶然の産物、クリア率 5.08 やっていこう。はい、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 はい。このね、天井の高さ2マスのとこにあるトゲは、どんだけちっちゃくジャンプしても、これマリオの最小ジャンプの、強さ的に当たっちゃうよってやつだな。まあ、俺の動画何回も見てる人だったらわかると思うよね、これ。待って、ちょっと待って。よいしょ。素早くこうね、こうジャンプ、1回目のジャンプ入れた後ね、着地の直前に2回目のジャンプを入れたらね、ジャンプが1段階低くなるよっていう、それを使って、はい、お使え。オッケー、タイヤリー。まあでも多分そんだけだったら偶然の産物にはならんよな。多分なんか他の方法が、あると思うんだけど、多分こういう感じだよな。これなんか幅跳びとか。なるほどね。偶然の産物ってのはこういう風に生まれるんだ。正しい方を選べ。しりとり20秒スピードランやっていこう。のこのこからのコインは、んがつくから終わりじゃねえか。さあ、スタート。テレサ、サンボだから上、こういう感じだな。理解した。しりとり。ボムヘイ、合ってた。ボムヘイ、一方通行、こういうこと。からの、何わかんないわかんないなんかわかんないけど、いけてる。どうなのわからんやっべ、途中から混乱してた。なんだ一方通行一方通行壁、ベルトコンベア、赤土管だ、理解。ツビスティッドヘブン、クリア率見てなかったな。でも、18000分の296、多分 1.6% くらいやっていこう。よし、対戦よろしくお願いします。めちゃくちゃすごい正当な改造コースって感じがするね。オッケー。まあ、そんならね、ミスってられんよな。Z って書いとるやないかい。ちゃんとね、指示は拾うようにしような。ちゃんと人の話は聞こうな。こういう大人になっちゃダメだからね。よし。で、これまた合流して、なるほどね。こいつに乗り込んでいきましょうと。で、ワンワン。よいしょ、いいね。よし。で、飛ぶ。はい、はい。ほいと、オッケー、ナイス。で、ここはジャンプして、よいしょって言って、またそれに乗る感じだね。タイミングこんなもんか？オッケー、完璧。よし、これで第一エリアクリアだと思う。さあ、この後は中間あるね。優しいね。え、これ大丈夫？え、スネーク乗ったら、あ、バカ、それ以前の問題じゃねえか。え、これスネーク乗ったらなんかすぐなんか右に引っ込まない？これ大丈夫？余裕ある？余裕あるわ、意外と。あ、緑のスネークってこんなゆっくりだったっけ？なんかすっげえ落ち着いてられる。待って、すぐ始まる。よし。で、こっち。はい、下。ナイス。オッケー、危ねえ。で、Z 待って、急がないとダメなやつ。危ねえ。よし。で、よいしょ。ほいと。で、これ乗る。はい。はい。これは、こうやって発動させて、これに乗る感じだね。オッケー、いいね。ちょっと、落ち着いていこうね。え、これは、こういう感じ。あー、遅かった！ちょっと深く取ったな。ここ！よし、オッケー。よし、土管入って、これでクリアだね。よっしゃ、いけた。ナイス！相棒20秒スピードラインやっていこう。クリア率 0.98。よし、トゲゾーマリオのままゴールやっていこう。こういって、はい、投げて、スピンして、スピンするのはその大砲に乗ってからだろうがよ。はい、投げて、はい、スピン。オッケー。はい、こう行く。で、ここもスピン。はい、投げる、スピン。よし、いいね。
ちゃんと指示をしっかり見て投げる。はい、完璧。はい、しゃがみくるりん。はい、スピン。オッケー、完璧。はい、スピンだな。いや、普通のジャンプだと思うじゃん、今のは。ここさ、絶対、ジャンプで合ってた。いや、てっきり、トゲゾースピンだと思ったな、これ。こんな感じか。はい、こういく。はい、スピンする。はい、ここは飛ぶ。あーらららら。よし、ここ。タイミング。こんな感じだね。よいしょ、オッケー、ナイス。おー、そこか。クリボー坂クリア率 0.19 やっていこう。まあ、おそらく、まあ、そうだよな。このクリボーの坂をこう、越えて、10秒で越えていきましょうと、まあ、そういうコース。どこのクリボーを踏むかみたいな、そういうのもしっかり考えていかないと時間間に合わないよと。残り1秒、さあどこまで行ける、どこまで、せめてゴール見えるくらいは行きたかったな。今俺せめてって言えた。ドイツを踏むかって結構重要だと。おまばばばばオッケー、第1フェーズの作戦はここ、2、5、8、10番目のクリボーを踏んでいく。はい、2、5、あーくそこれ 3D のクリボー、このなんかちょっと飛ぶん腹立つな。ちょっとなんか、だいぶ厄介。なあ、もう！まあ、多分これ2、5、8、10で正しいよな。これで6秒か。ちょっとあの、最後の、このボックス廃炉の手間取った気するけど、ここもなんか最初は2番目、5番目で良さそうだわ。よし、はい、2、5、8、10。お、バカ！遅くなった。まあでもとりあえず次を探ろう。はい、2、5、7、なん。よし、第2フェーズ。はい、2、5、7、9。ちょっと、いや、くそ。はい、ここ、2、5、7、9。まあでも2秒残し結構順調よ。はい、2番目、5番目、7番目、マジか！もっと早く行かないとダメっぽいな。よいしょ、バカ。さあ次。はい、2、5、7、9。ちょっと微妙いけど、まあ2秒残しいいと思う。さあ次。はい、2、5、7、なあ、くそ！いやでもこれちょっと位置的に間に合ってないな。もうちょい早くしないと。よし、第一エリアだいぶ早かった。さあ次、はいはいはい、何をしてんだ。ちょっとなんか微妙い気するけど、まあ行こう。よいしょ、はいはいはい、オッケー、いいよ。さあ最後、ちょっとこの第二エリアはまあまあ早かった気する。よいしょ、何をしてんだお前は。まあ悪くない。まあ悪くない。ちょっとグダったけど可能性は十分にある。よし嘘だろそんな、こんなシビアなもんなんこのコース。いや、まさかこのコースこんなむずいとは思わんかったわ。オッケー。さあ、次。ここ。おー、いけた。お、なんか3秒残し、これあるぞ。集中。よっしゃー、ナイス。いやー、きつかった、これマジできつかった。